制服も私服とは違ってまだカッチリしてるのでちょっと真面目な感じなのでそれを見てほしいです。緊張するんですけど頑張ります。演技頑張って演技しますいや、告白とかしたことないからなんかこうどんな感じか分かんないんですけど、まあ伝わるように頑張ってなりきります。はい、頑張ります。ありがとうございます。どれがいいですか？確認します。サインは取り始めないのでまず練習からします。穴井千尋さんです。よろしくお願いします。こちらはアリでもう一個方お越しください。結構いや全然色つけてはい、よーいスタート。はあ、やっと帰った。葵と沙織今日は粘ったな。でもやっぱり楽しかったね、ハロウィンパーティー。はい、カット。はい、シナモンも見てるよメンバーに見られると結構緊張しますね。頑張ります。可愛いですね。はい、来てみましょう。はい、はい、絶対は私だったらもう OK です。よーい、スタート。はぁ、やっと帰った。ハワイと沙織でも今日は粘ったな。でもやっぱり楽しかったね、ハロウィンパーティー。今日は友達って紹介しとったけど今度からは彼氏じゃダメかな。はい、カット。楽しかったね、ハロウィンパーティー。はい、カット。どうぞ。うん、はい、はい、オッケー。はい、では、オッケーです。ありがとうございます。はい、スタート。はい、カット、ボールド。はい、いいんじゃないですか。はい、はい、オッケー。アナイさんは全カットして、ありがとうございます。楽しかったです。緊張すぎるいい経験ですね。やっぱりメインは告白のとこだと思うのでそこを見てほしいと思います。仮装してるので、はい、ぜひ見てください。本村葵ちゃん選びます。いつも
結構私にくっついてくるんですよ。だから告白のしてるとこも見てみたいなって思います。初めて演技に演技をしてるので、まあまだまだなんですけど頑張ったのでぜひ見てください。はい、メールとか電話はできる日には必ずしたいです。はい、休みの日とかになったら絶対一緒に買い物に行って洋服選んであげたりで、料理はできないけどその本当に好きだったら多分料理も頑張って作ると思います。でもあの友達との親友との仲の方が大事なので、私は影で見て心の中だけでしまっておきます。私自身おしゃれがとても大好きなので、あのその洋服を選んであげてそれをプレゼントしたいです。サプライズしてほしいです。サプライズこうをしてもらうのも大好きだし、自分がするのも好きなので、なんだろう、あのいきなり何も言われずにあの家に帰ってきたらおめでとうっていうのをしてほしいです。